はい、どうも、よっそ、こんにちは。平成が終わりね、新たな時代に突入していくわけですが、まあね、せっかくね、この節目にね、まあ出会えたんで、まあ平成、まあ元年から、31年か、まあで、ね、何があったかっていうのをちょっとざっくりね、振り返ってみたいなと思います。はい、平成元年ですね。で、まず有名なところで言うと、まあ手塚治虫さんとか、美空ひばりさんとかね、あとパナの松下幸之助さんね、すごいね、有名どころの人たちが亡くなったんですね。こうなると、平成の最後の、西城秀樹さんだったり、桜桃子さんか、とかね、すごい、ね、有名な方がね、亡くなっているんで、まあ、そこをなんかね、時代の一つの区切り、節目なのかなと思うんですけど、よく知らんけど。あとは、まあ、この年に消費税が始まってます。消費税 3% ですね。じゃあ平成2年行ってみましょう。あ、ここでバブルが崩壊したんですね。平成2年。バブル崩壊。はい、で、平成3年。あ、ここ、長崎の雲仙普賢岳が、噴火した年ですね。この雲仙普賢岳の噴火に関しては、ポピュラー、まだ生まれてないですけど、ポピュラーの年代でも、知ってる出来事、にはなりますね。長崎県民にとってはっていう感じですけど。あとは、その当時の横綱、千代の富士が引退。よく知らんとけどね。はい、で、平成4年行ってみましょう。あ、ここで尾崎豊さんが26歳。で、亡くなる。まあ、生まれとらんけんね。知らんもんね、尾崎豊さん。歌とかね、すごい有名ですけどね。あとは、あ、ここで、まあ、クレヨンしんちゃんの放送が始まるんですね。あとは、まあ、新幹線の望みが運転開始とかですかね、この年は。はい。で、平成5年。まあ、ここ、私たちの年代、はい、が生まれた年代になるんですけど、やっぱ大きなところで言うと J リーグが開幕したっていうところですかね。それくらいですかね、大きなところは。はい。で、平成6年、なんかウィーダーインゼリー発売とか、グレーがメジャーデビューとか、そんな感じですかね。はい。で、平成7年ですね。で、まあ、ここで阪神淡路大震災とか、地下鉄サリン事件とかね、結構暗い出来事が結構多いですかね。はい、で、平成8年行ってみましょう。あ、この年に O157 とか、食中毒っていうの結構入りましたね、確かに。うん。よく言われてましたね、O157 になるよって。手洗わんと、うがいせんと。で、平成9年行ってみましょう。あ、初めて日本代表、サッカー日本代表がワールドカップの出場を決めた年ですね。で、この年にポケモンの放送が始まった。そうそう、この年にダイアナさんね、ダイアナさんが交通事故死、世界的に大きな事件とかですかね。で、この年に、消費税が 5% に増税してますね。そう考えるとね、意外と早かったね、5% になる。で、平成10年行ってみましょう。平成10年はまあ、マイクロソフトは Windows98、Apple が iMac を発売したとかね。あと、北朝鮮のミサイル、テポドンが三陸沖に落下したとか。はい、で、平成11年行ってみましょう。ああ、ここ、団子三兄弟とかやね。団子三兄弟が流行った時とかやね。この年にワンピース、国民的人気を誇るワンピースですね。が放送開始。はい。で、あと、嵐がデビューしたりとかね。っていう年ですね。はい。で、平成12年行ってみましょう。あ、ここでプレ2とか発売されたよね。平成13年行ってみましょう。この年に USJ ができたんだね。USJ。今、馴染みの深いスイカ。交通系電子マネーのスイカがサービス開始したり。あとは、まあ、ジブリの、千葉の代表作と言っていいでしょうかね。千と千尋の神隠しが公開されたり。あと一番世界をなんか震撼させたアメリカ同時多発テロとかね、起きた年ですね。はい。で、平成14年行ってみましょう。日韓のワールドカップが開催された年ですね。で、初の決勝トーナメント進出。で、あとはアザラシのタマちゃん、人気になった年ですかね。で、平成15年行ってみましょう。あ、この年に六本木ヒルズとかができたり、あとはあれだね、ボーダフォンがソフトバンクに変わったりとかね、まあ、そんな年ですかね。はい、平成16年行ってみましょう。ここで新潟中越地震があってますね。はい、あとは PSP だったり任天堂
DS が発売された年で、あとはあれですね、お札が新しい、お札になった年ですね。で、平成17年に行ってみましょう。JR 史上最悪の鉄道事故、福知山線脱線事故、あとはあれですね、愛知万博が、開催された年ですね。で、あとはドラえもんの声優ですね、大山さんがもう交代した年。はい、で、平成18年行ってみましょう。あ、この年にあれだね、ハンカチ王子、斎藤佑樹投手と、マー君が対戦したね、甲子園を沸かせた年ですね。サッカー日本代表の中田英寿選手が代表引退。あ、現役引退。の年ですね。で、この年に Twitter とか Facebook のサービスが、開始されてます。はい。平成19年、行ってみましょう。あ、この年にあれね、千の風になっててね、大ヒットしたね。はいはい。あと、白鵬が、横綱に昇進したりとかね。はい。で、平成20年行ってみましょう。平成20年は、北京オリンピックが開催された年ですね。で、北島康介選手が、2冠達成した年ですね。で、この年にあれですね、リーマンショック。起きてますね。平成20年行ってみましょう。あ、ここね、政権が交代した年ですね。で、あとは、ボルト。サインボルトが初めて9秒台。で、あとはマイケル・ジャクソンが亡くなった年ですね、この年は。はい。平成22年行ってみましょう。あ、ワールドカップ。サッカーのワールドカップの、南アフリカ大会ですね。開催された年ですね。平成23年行ってみましょう。あ、これやっぱり大きいですね。日本人にとっては。東日本大震災ですね。が起きた年。あとは、同時に、福島第一原発の事故ですね。で、あとは、地上波テレビのアナログが終了してデジタルに移行した年ですね。はい。で、平成24年行ってみましょう。あ、この年に東京スカイツリーができてますね。あとはロンドンオリンピック、はい、が開催されて、日本史上最多の38個のメダルを獲得した年。平成25年行ってみましょう。あ、この年にあれね、半沢直樹の倍返し。流行しましたね。平成26年行ってみましょう。あ、ここでいいとも、笑っていいともが放送終了ですね。まあ、約31年半。続いた、いいともが終了した年ですね。消費税が、5% から 8% に増税された年でもあります。平成27年行ってみましょう。ここら辺は最近だね。もうほんと最近だね。まあ、Apple Watch が発売されたり、ラグビーのワールドカップとか、あってますね。はい。で、平成28年行ってみましょう。あ、この年にあれですね、天皇陛下が、タイの発表をされた年ですね。ここでリオオリンピック、あってますね。で、これ、さっきの、最多メダル41個に更新してますね。で、あとは、九州の熊本地震。これも結構、ショッキングでしたよね。はい。で、平成29年行ってみましょう。トランプ氏が大統領になった年ですね。平成30年ですね。ピョンチャンオリンピックで羽生選手が、2冠ですね。あとは、西日本豪雨とかありましたね。で、これもすごいね、甚大な被害でしたね。築地市場が豊洲市場に移動したりですかね。まあ、平成をパパッと振り返って見たんですけどね。はい。まあ、どういう平成だったでしょうか。ということで、今回は、これで、よいしょ。